さてさ、しゃくれでございます。今日もまたちょっと朝方になっちゃったんですけど、だらだらトークです。ちょっと今机の上が非常に汚いので一回整理したいと思います。まず今週買ったもの、はい、ヒートテック1個目、2個目、3個目、4、5、そしてパッチ、パッチって言わないね、タイツね。はい、そして11月29日必着ってね、ここに書いてあるんだけどね、やっとだよ、やっと開けれますよ。はい、 FF15楽しませてください。父と子、そして王の物語、長きにわたる対立の末、停戦協定を結ぶことになった王国ルシスと帝国ニフルハイムね。こうやって難しくカタカナとか漢字を使わないでほしい。はい、さあ、というわけで、今週届いたお荷物のコーナー以上です。お気づきでしょうかね、今日はちょっとここに GH4 がいるんですけど、今日は 5D Mark IV で撮っています。久々に登場、ちょっと連続撮影時間がどれぐらいいけるのかっていうのをテストしたくて、またまた僕の Gmail の方にこの GH4 についての質問をいただいたので、このダラダラトークを撮り終えた後にこのレンズをね、どういったものを持ってますかっていう質問だったので、それを次回の動画にしたいなと思います。ちょっとアップ日前後すると思いますけど、近々アップします。そして今日はちょっと僕のオカルト的と言いますかね、変な話をしたいと思います。ちょっと若干受験生はね、去年もそうだったんですけど、多分今年も数名ほどはいらっしゃると思います。受験シーズンで、受験の気晴らしに僕の動画を見てくれてる、あとはラジオ感覚で聞いてくれてるっていう方もいらっしゃると思うので、そういった方々がちょっと気が楽になる考え方のお話なんですよ、とか言いながら、そんな真面目な話じゃないんですけど、例えばさ、僕は霊とか、あと何、死後の世界とか、なんかそういったことは一切信じないし、自分の目でも見たことないし、そういうのを全く気にしない人なんですけど、ちょっとね、一回考えてみて、そしたら面白いことにたどり着いたんで、ちょっとそれをね、今日はダラダラトークのお話にしたいなと思うんですけど、小学校1年生、中学校1年生、高校1年生、社会人1年生、いろんな段階でみんな一緒にスタートを切るじゃないですか。同じ授業を受けて塾にも行ってないのにもかかわらず、僕は30点しか取れなかった。だけど隣のやつは同じ環境下だと思っていたのに90点取ったね。そういう経験ありませんか？もちろん細かい話をしたら、いや俺も勉強してないわなんて言いながらも一生懸命頑張ってる子なのかもしれない。だけどそういう話を度外視にして、経験値というところ、もう人間っていうのは学生社会人かかわらず知識と知恵で生きていくものじゃないですか。学校では知識というものを教養しながら育んで、大人になったらもう知恵っていうところで勝負をしていかないといけないわけですよ。なんだけど、その知恵と知識という点で全く同じレベルだって思ってた人間が、ちょっと僕よりも上を行っていた、はたまた下を行っていた。それなんでか、経験値だと思うんですよ。経験値、それは自分が生まれてからの経験値だと思ったら、そんな甘い話ではない。僕はちょっとね、生まれ変わりっていうのもあるのかなと思いまして、よくあるじゃないですか、そういう死後の世界、天国地獄とかさ、なんかそういう話がある中で前世が何だったとか、例えば僕前動画でもちょろっと言いましたけど、言ったっけ、覚えてないや、僕非常に虫が嫌いなんですよ。だからきっと前世はなんか牢屋とかの中で悪いことして閉じ込められていて、なんか餓死して
死ぬ直前にすごい自分に虫が湧いてて、それで虫が嫌になったんじゃないかとかね、そういったことを思っていたんですけど、僕は仏教徒でもキリスト教徒でもない無所属の人間なんですが、閻魔大王とかさ、天国に行くか地獄に行くかみたいな話が四十九日ってあるじゃないですかね。ちょっと四十九日調べますね。仏教の場合、亡くなってから7日ごとに法事、法要があります。四十九日までの法要があるということですね。亡くなってから49日間その間で閻魔大王による裁きが行われ、極楽浄土に行けるかどうかの判断が下されるのが四十九日目ですということですよ。なんか簡単に言うと、亡くなってから四十九日の間に天国に行けるか地獄に行けるか、そういったお話だと思うんですけど、天国とは何かちょっと僕は考えたわけです。でさっきの小学校時代のその差の話になるんですけど、僕が30点、相手が60点90点を取っていた。こいつは離れしてるわけですよ。その離れというのは、前世が人間だったんではないか、同じことの繰り返しをやってるから自然と経験値が増えていたのではないか、そう僕は考えたわけですよ。例えばなんだろう、一般常識でね、まあもちろんポイ捨て自体は良くないけど、高速道路でポイ捨てをするっていうのは非常に危ないわけですよね。大体の人がわかるじゃないですか。だけどそれを平気でポイってやってしまう人間っていうのは、初めての人間生活なわけです。ここまで OK ですか？な、簡単な話、例えば電車に乗ってて優先席じゃない普通の席でね、もう本当にもう危ない、立ってたら危ないっていうおじいちゃんが乗ってきて、それを譲る人、居眠りしてるふりをする人、いろいろいると思います。居眠りしてる人もそれなりの人間の人生を 2,3 回繰り返してきた経験値から寝たふりをする人、はたまた譲ってあげる人っていうのはもう人間生活を10回ぐらいやってる人、多分その差だと思うんです。まあ、あくまでもこのテーマに沿って話すためのオチをつけるための今話ですよ。別に 100% 僕はそう思ってるってわけじゃないけど、だから何ですか、天国に行けるのか地獄に行けるのかっていうのは、人間としてもう一回できるのか、はたまたね、悪いことばっかしてたら、なんかカブトムシとか、なんかその辺のフナムシとか、なんかそういうのになっちゃうんじゃないかっていうふうに思ったわけですよ。で、僕がもし人間の生まれ変わりだったとしたら、前世は何なのか一生懸命考えました。最初調べた時に、僕5月21日生まれだから5月21日に死んだ人を探したんですよ。だけどそうじゃないと、この四十九日という中でいろいろ人間になるのか、フナムシになるのか、カブトムシになるのか、ゾウリになるのかね、いろいろと調べられるわけですよ、大王様によって。で、49日間、なおかつ49日目に判定がされるというわけで、逆算したら僕の場合4月2日に亡くなった人なんですよ。4月2日に亡くなった人が5月21日に結果が出て生まれ変われるわけですよ。歴史上の人物の1987年、僕1987年生まれなんで、1987年4月2日に亡くなった方を調べました。調べましたっていうか、1987年死去、歴史上の著名人みたいな、なんかそういう調べ方をしたらですね、山本勘介さんっていう写真家の方が出てきました。ちょっとスクショ撮ってどっか載せておきます。なんかね、この人の顔を見た時に、若かりし頃の写真なんですけど、少し親近感を湧きました。あれ覚えてるみたいなね。でももちろんこの時代の写真家の方なんで、まあ、モノクロですよね、フィルムカメラの写真で、この人もいくつかの作品をもちろん残した有名な写真家なんですけど、その中で僕は1枚だけピックアップしたい、この写真ね。僕はね、足が好きなんですよね。これ多分見るからに女性の足っぽいですよね。僕がもしね、女性のバスト、この辺を好きな人間であれば、多分ここら辺の描写を残しますよ。だけどこの足っていうところ、またこの切り取りされたこのところがいいところだね。
なら僕の感性っていうのはこの山本さんから受け取った可能性がある、うん、っていうのを言いたかったんです。この山本さんという方がね、生きてる間に非常にいいことばっかりして、エマ大王みたいな方にもう一回人間やれって言われたわけですよ。それが僕で、僕が何回目の人間かは分からない。この山本さんのね、生前のまた四十九日前を遡ってどんどんってやってったら、何世代前の僕の前世っていうのが分かったらね、もしかしたら豊臣秀吉かもしんないし、分かんないですよ、分かんないけど、なんかそういう風に調べてったらなんか面白いなということでした12月頭からね、なんちゅう話をしてるんやっていうことですけど、だから受験生に向かって何が言いたいかってさ、もう出来のいい子、もう極端な話、安倍総理とかはもうね、初心者、人間初心者がなれる地位の人じゃないわけですよ。多分もう20回30回と人間を繰り返してるからあそこに立てるわけですね。著名人の人もそう。だから受験で用意どんで勉強しても、やっぱり人間生活を多くしてる人っていうのは離れをしてる可能性があるよ。敵は隣にいる人たちだ、前にいる人、後ろに座ってる人だって考えではなくて、人それぞれ人間回数が違うわけですから自分と戦いましょう。そう、うわー、今すごいうまくまとまったね。はい、散々ちょっと遠回りな言い方をしましたけど、自分と戦え、そう言いたい。というわけで今週のダラダラトーク以上です。今僕の収録時間は16分を迎えてますが、まだ止まってないね。まあ、30分はいけるでしょう。だ、問題はその後だね。まあ、とりあえずちょっと今続けてカメラの話題を撮っていろいろやってっていうことをします。なので皆さんも自分の生まれた日の四十九日前を遡って、その西暦で亡くなった方の生まれ変わりかもしれないので、ぜひ調べてみてください。では、しょうこりでございました。また明日。